震える悪魔。それからまた地獄巡りの悩ましい旅が始まった。カニの生肉に飢えをしのぎ、洞窟の天井から滴り落ちるわずかの清水にカツを癒して、何十時間私たちは果てしも知らぬ迷路の旅を続けた。その間の苦痛、恐怖、いろいろあれど、あまりくだくだしければすべて省く。 地底には夜も昼もなかったけれど、私たちは疲労に耐えられなくなると、岩の床に横たわって眠った。その幾度目かの眠りから覚めた時、徳さんが東京に叫び立てた。紐がある紐があるお前さんたちが見失ったっていう朝縄は、これじゃないかね私たちは思いがけぬ吉報に狂気して、徳さんのそばへ入って探ってみると、 確かに浅縄だ。それでは、私たちはもう、入り口間近に来ているのであろうか。違うよ。これは僕たちが使った浅縄ではないよ。ミノラ君、君はどう思う僕たちのはこんなに太くなかったね。道代が、不審そうに言った。言われてみると、なるほど、私たちの使用した浅縄ではなさそうだ。すると、 僕たちの他にも誰かシルベの紐を使ってこの穴へ入ったものがあるのだろうか。そうとしか考えられないね。しかも僕たちの後からだ。なぜといって僕たちが入った時にはあの井戸の入り口にこんな浅縄なんてくくりつけてなかったからね。私たちの後を追ってこの地底に来たのは全体何者であろう。 敵か、味方か。だが、ジョーゴロ夫妻は土蔵に閉じ込められている。あとは片方のばかりだ。ああ、もしや、先日船出した、諸戸屋敷の使用人たちが帰ってきて、古井戸の入り口に気づいたのであるまいか。ともかくも、この縄を伝って、行けるところまで行ってみようじゃないか。道をの意見に従って、私たちはその縄をしるべにして、 どこまでも歩いていった。やっぱり何者かが地底に入り込んでいたのだ。一時間も歩くと前方がぼんやりと明るくなってきた。曲がりくねった壁を反射してくるろうそくの光だ。私たちはポケットのナイフを握りしめて足音の反響筋にしながらそろそろと進んでいった。一曲がりするごとにその明るさが増す。ついに 最後の曲がり角に達した。その岩角の向こう側に裸ろうそくが揺らいいる。吉か凶か。私は足がすくんでもはや前進する力がなかった。その時、突然岩の向こう側から異様な叫び声が聞こえてきた。よく聞くと単なる叫び声ではない歌だ。文句も節もめちゃくちゃの かつて聞いたこともない凶暴な歌だ。それが、洞窟に反響して、一種異様の毛玉の叫び声とも聞こえたのだ。思いがけぬ場所で、この不思議な歌を聞いて、私は、ぞっと身の毛もよだつ思いがした。上五郎だよ。先に立った道夫が、そっと、岩陰を覗いてびっくりして首を引っ込めると、低い声で、 私たちに報告した。土蔵に閉じ込めておいたはずのジョーロが、どうしてここへ来たか、なぜ妙な歌を歌っているのか、私にはさっぱりわからなんだ。歌の調子はますます高く、いよいよ凶暴になってゆく。そして、歌の伴奏のように、チャリンチャリンと、さえ返った金属の音が聞こえてくる。道をは、またそっと岩陰から覗いていたが、 やがて、ジョーゴロウは、気が狂っているんだ。無理もないよ。見たまえ、あの光景を。とを言いながら、ずんずん岩の向こう側へ歩いて行く。気違いと聞いて私たちも彼の後に従った。ああ、その時、私たちの目の前に開けた世にも不思議な光景を、私はいつまでも忘れることができない。 醜い背虫親父が赤いろうそくの光に半面を照らされて歌とも叫びともつかぬことをわめきながら気違い踊り踊っている。そのっかは胃蝶の落ち葉のように一面の根色きだ。ジョーゴロは洞窟の片隅にあるいくつかの亀の中から両手につかみ出しては踊り狂いながらキラキラとそれを落とす。 落とすに従って、今時期の雨はチャリンチャリンと微妙な音を立てる。ジョ郎ゴロウは私たちの先回りをして幸運にも地底の財宝を探り当てたのだ。しるべの縄を失わなんだ彼は、私たちのように同じ道を堂々巡りすることなく、案外早く目的の場所に達することができたのであろう。だが、それは彼にとって悲しい幸運であった。 驚くべき黄金の山が、ついに、彼を、きちがいにしてしまったのだから。私たちは、駆け寄って彼の肩を叩き、正気づけようとしたが、ジョ郎ゴロは、うつろな目で私たちを見返すばかり、敵意さえも失って、わけのわからぬ歌を歌い続けている。わかった。ミノーラくん、僕たちの、 しるべの浅縄を切ったのはこの親父だったんだ。奴は、こうして僕たちを道に迷わしておいて、自分は別のしるべ縄でここまでやってきたのだよ。道夫が、そこへ気づいていった。だが、ジョーロウがここへ来ているとすると、諸戸屋敷に残しておいた方はたちが心配だね。もしや、ひどい目に合わされているんじゃないだろうか。その実私は、 ただ、恋人ひでちゃんの安否を気遣っていたのだ。もう、この浅縄があるんだから、外を出るのはわけはない。ともかく、一度様子を見に帰ろう。道夫の指図で、吉川浦路の見張り番には徳さんを残しておいて、私たちは、しるべの縄を伝って、走るように、出口に、向かった。刑事、来たる。 私たちは無事に井戸を出ることができた。久しぶりの日光に目がくらみそうになるのをこらえこらえ、手を取り合って、もろと屋敷の表門の方へ走っていくと、向こうから見慣れぬ洋服紳士がやってくるのにぶつかった。おい、君たちは何だねその男は私たちを見ると大兵な調子で呼び止めた。君は一体誰ですこの島の人じゃないようだが。 道夫が反対に聞き返した。僕は警察の者のだ。この家を取り調べにやってきたのだ。君たちは、この家と関係があるのかね洋服紳士は、思いがけぬ刑事巡査であった。ちょうど幸いである。私たちは、めいめい名を名乗った。嘘を言いたまえ。諸と身の浦の両人がここへ来てることは知っている。だが、君たちのような老人ではないはずだよ。 刑事は、妙なことを言った。私たちを捉えて、君たちのような老人とは、一体何を勘違いしているのだろう。私と道夫とは、不信に絶えず思わずお互いの顔を眺め合った。そして、私たちは、あっと驚いてしまった。私の目の前に立っているのは、もはや、数日以前までのろと道夫ではなかった。小敷みたいなボロボロの服。 赤づいた鉛色の皮膚、驚に乱れた頭髪、目はくぼみ、頬骨の突き出た骸骨のような顔。なるほど刑事が老人と見違えたのも無理ではない。君の頭は真っ白だよ。道夫はそう言って妙な笑い方をした。それが私には泣いてるように見えた。 私の変わり方は、道をよりもひどかった。肉体の憔悴は彼と大差なかったが、私の頭髪は、あの穴の中に、数日間に、全く色素を失って、八十歳の老人のように、真っ白に変わっていた。私は、極度の精神上の苦痛が、人間の頭髪を一夜にして白くしたという不思議な現象を知らぬではなかった。 その実例も、日産読んだことがある。だが、そんな、気運の現象が、いう私の身に起ころうとは、全く、想像の他であった。だが、この数日間、私は幾度死の、あるいは死以上の恐怖に脅かされたことであろう。よく気が違わなんだと思う。 気が違う代わりに、頭髪が白くなったのだ。まだしもそれが幸せと言わねばならぬ。同じ人外郷を経験しながら、もろとの頭髪に異常の見えぬは、さすがに彼は私よりも強い心の持ち主であったからであろう。私たちは、刑事に向かって、この島に来るまでの、また来てからの、一切の出来事をかいつまんで話した。 なんぜ警察の助けを借りなかったのです。君たちの苦しみは自業自得というものですよ。私たちの話を聞いた刑事が最初に発した言葉はこれであった。だが、無論微笑しながら、悪人のジョーゴロが僕の父だと思い込んでいたものですから。道夫が弁解した。刑事は一人ではなかった。 数人の同僚を従えていた。彼はそのうちの二人に命じて、地底に入り、上五郎と徳さん等を連れてくるように命じた。しるべの縄はそのままにしておいてください。金貨を取り出さなければなりませんから。道代が、その二人に注意を与えた。池袋署の北川という刑事が、例の少年軽業誌の友之助の属していた。 尾崎局場団を探るために、静岡県まで出かけ、苦心に苦心を重ね、同居役の一寸防止に取り入って、ある秘密を聞き出したことは先に読者に告げておいた。その、北川刑事の苦心が構想し、私たちとは全く別の方面から、ついにこの岩屋島の創屈を突き止め、各は、諸戸屋敷調査の一団が乗り込むことになったのであった。 刑事たちが来てみると、諸戸屋敷で男女両党の怪物が激しい闘争を演じていた。言うまでもなく、それは、ヒデちゃん・キッチャンの創生児だ。ともかく、その怪物を取り沈めて様子を聞くと、ヒデちゃんの方が雄弁にことの司祭を語った。私たちが井戸に入った後で、私とヒデちゃんの間を嫉妬したキッチャンが、 私たちを困らせるために、ジョーゴロに内通して土蔵の扉を開いたのだ。無論、ヒデちゃんは、極力それを妨害したが、男のキッチャンの馬鹿力にはかなわなんだ。自由の身になったジョーゴロ夫妻は、鞭を振るって、たちまち片ものの一群を反対に土蔵に押し込めてしまった。キッチャンが功労者なので、ソーセージだけは、その難を免れた。 それから、ジョーゴロウは、キッチャンの告げ口で、私たちの行方を察し、不自由な体で、自ら井戸に降り、私たちの浅縄を切断しておいて、別の縄によって、迷路に踏み込んだのであろう。ジョーゴロウの、セムシ女房と、推しのおとしさんが、その手助けをしたにそういない。それ以来、ヒデちゃんとキッチャンは、仇同士であった。 きっちゃんはひでちゃんを自由にしようとする。ひでちゃんはきっちゃんの裏切りを罵る。口論が講じて、体と体の闘争が始まる。そこへ、刑事の一行が来合わせたわけである。ひでちゃんの説明によって、事情を知った刑事たちは、直ちにジョ郎ゴロの女房とお年さんに縄をかけ、土蔵の片者たちを解放し、ジョ郎ゴロを捕らえるために、 地底に降りようと、その用意を始めているところへ、ちょうど、私たちが現れたのだ。刑事の物語によって、以上の、死祭が、わかった。大断言。さて、木崎発酔。正しくは、樋口発酔をはじめ、宮間幸吉。 友之助少年の三重の殺人事件の真犯人は明らかとなり、私たちの復讐を待つまでもなく、彼はすでに狂人となり果ててしまった。また、その殺人事件の動機となった、樋口家の財宝の隠し場所も分かった。私の、長物語も、この辺で幕を閉じるべきであろう。何か言い残したことはないかしら そう、そう。素人探偵、宮薪幸吉のことがある。彼は、あのケ図ズ帳を見ただけでどうして岩屋島の喪窟を見抜くことができたのだろう。いくら名探偵と言っても、あんまり超自然な名札だ。私は、事件が終わってから、どうもこのことが不思議でたまらぬものだから、宮薪氏の友人が保管していた、個人の日記帳を見せてもらって、 丹念に探してみたところ、あったあった。大正二年の日記帳に、樋口春代の名が見える。言うまでもなく、初代さんの母子だ。読者も知っている通り、宮間岸氏は一種の奇人で、妻子がなかった代わりには、随分いろな女と親しくなって、夫婦みたいに同棲していたことがある。春代さんも、そのうちの一人だった。 宮薪氏は旅先で困っている春代さんを拾ったのだ。初代さんを捨て子にした後の話だ。同世二年ほどで春代さんは宮薪氏の家で病死している。定めし、死ぬ前に捨て子のことも、ケ図帳町のことも、岩屋島のこともすっかり宮薪氏に話したことであろう。これで、後年宮薪氏が、 例の樋口家の刑図帳を見るや否や、岩屋島へ駆けつけたわけがわかる。刑図帳は、樋口春夫、上五郎の兄から、その妻の梅野に、梅野からその子の春代に、春代から初代にと伝えられたものであろう。無論、彼らは、この刑図帳の進化については何事も知らなかった。ただ、 正当の子が持ち伝えようという先祖の意志を守ったに過ぎない。では、上五郎はどうしてあの呪文がその中に隠してあることを知ったか。彼の女房の告白によれば、上五郎がある日先祖の書き残した日記を読んでいて、ふっとその一節を発見したのだ。そこには、家に伝わる財宝の秘密が、 経図帳に封じ込められてあるという意味が記してあった。だが、それは、春代の家出語だったので、せっかくの発見が何にもならなんだ。それ以来、ジョ郎ゴロは、セムシ息子に命じて、春代の行方探しに努めたが、あてのない探しぶっこ、なかなか目的を達しなかった。大正13年頃に至って、 と今では発酔がその系図帳を持っていることが分かった。それから、ジョゴロがその系図帳を手に入れるために、どれほど骨を折ったかは、読者の知っている通りである。樋口家の先祖は、広く和光と言われている海賊の一類であった。大陸の改変をかすめた財宝を、おびただしく所有していた。それを、領主に没収されることを恐れて、 深く地底に造し、代々その隠し場所を言い伝えてきたが、春尾の祖父にあたる人が、それを呪文に作ってケ図帳に閉じ込めたまま、どういうわけであったか、その子に呪文のことを告げずして死んだ。徳さんの聞き伝えたところによると、その人は、卒中で頓死をしたらしいということである。それ以来、上五郎が古い日記帳の一節を発見するまで、 樋口の一族は、この財宝について、何事も知らなかったわけである。だが、この秘密は、かえって、樋口一族以外の人に知られていたと考うべき理由がある。それは、十年ほど以前、京港から岩屋島に渡り、諸戸屋敷の客となって、後に、間の淵の木図と消えた、 あの妙な男があるからだ。彼は明らかに古井戸から地底に入り込んだ。私たちはその後を見た。上五郎の女房はその男を思い出して、あれは樋口家の先祖に使われていたものの子孫であったと語った。それでは多分、その男の先祖が財宝の隠し場所を感づいていて、書き残しでもしたものであろう。 過去のことはそれだけにして、さて、最後に、登場人物のその後を、ごく簡単に書き添えて、この物語を終わることにしよう。まず、第一に記すべきは、私の恋人ひでちゃんのことである。彼女は、発葉の実前の緑に相違なく、樋口家の唯一の政党であることが分かったので、地底の財宝は、 ことごとく彼女の所有に帰した。直に見積もって百万円に近い財産である。秀ちゃんは百万長者だ。しかも現在ではもう醜い融合相対ではない。野蛮人のきっちゃんは道ちのメスで切り離されてしまった。もともと本当の融合相対ではなかったのだから、無論両人とも何の故障もない一人前の男女である。 ヒデちゃんの傷口が癒えて、ちゃんと髪を結い、お化粧し、美しいちりめんの着物を着た彼女が私の前に現れたとき、そして私に東京弁で話しかけたとき、私の喜びがどれほどであったか、ここにくだくだしく述べるまでもなかろう。言うまでもなく、私とヒデちゃんとは結婚した。 百万円は今では私とひでちゃんの共有財産である。私は相談をして湘南片瀬の海岸に立派なフグ社の家を建てた。樋口一家にジョ郎ゴロのような悪魔が生まれた罪滅ぼしの意味で、そこには自活力のないフグ社を広く収容して楽しい余生を送らせるつもりだ。第一番のお客様は諸戸屋敷から連れてきた 人造片物の一団であった。ジョーゴロの女房や、おとしさんも、その仲間だ。不具者の家に接して、整形外科の病院を建てた。医術の限りを尽くして、片物を正常な人間に作り変えるのが目的だ。ジョーゴロ、彼のセムシ息子、諸戸屋敷に使われていった一味の者どもは、すべて、それぞれの処刑を受けた。 はつさんの養母、木崎未亡人は、私たちの家に引き取った。ひでちゃんは、彼女を、お母さん、お母さんと言って、大切にしている。道ちは、ジ五郎の女房の告白によって、実家が分かった。紀州の新宮に近いある村の豪農で、父も母も兄弟も健在であった。彼は、 ただちに見知らぬ故郷へ、見知らぬ父母のもとへ、三十年ぶりの帰省をした。私は彼の状況を待って、私の外科病院の院長になってもらうつもりで楽しんでいたところ、彼は故郷へ帰って、一月も経た,たぬ間に、病を発して、あの世の客となった。すべて、 すべて交通号に運んだ中で、ただ一時、これだけが残念である。彼の父からの死亡通知上に、左の一節があった。道夫は、最後の息を引き取る間際まで、父の名も、母の名も呼ばず、ただ、あなた様のお手紙を抱きしめ、あなた様の、 お名前のみ、呼び続け、申し、候。ろう。